こんにちは。私は魔法の国の女王候補、ツナミと申します。私が正式に女王になるためには、地球にいる可愛いささみちゃんに魔法少女プリティーサミーとなって頑張ってもらわなければなりません。最初はささみちゃんに会う時は緊張しましたが、魔法のバトンを渡したら、ありがとうささみ頑張るってとても素直に受け取ってくれて感激しました。ささみちゃん、いえプリティーサミー、悪い魔法少女ピクシーミサに負けないで、今日も地球を平和にしてくださいね。なんか話違ってるような。今世紀最後のアイドルデビュー、気になってあいつ粋な僕、パラソル持って釣りするかい、ダメだよ気分その調子でサミーをやっつけるのよ。これじゃ攻撃できないよ。あら、うわっ、どうしたの。選曲してください。今だサミー。ん、プリティーポケティーボンバー。いくよ。カッテムガール、どんどんリクエストしてくださいね。魔法少女プリティーサミー、今日の事件も無事。いいね、最高だ。ささみちゃん、プリティサミーもだいぶ板についてきたみたいだね。それはいいけど、あんまり顔見知りのいないとこにしてくんないかな。これじゃあいつささみがサミーだってバレちゃうか。誰も見てなかったよね。どこへ行ってたんだい、ささみ。パパ見たんだ。何よ。プリティサミーさ。まさかささみがサミーだってこと。あれが噂の魔法少女か。すごくささみに似ているような気もするけど。気のせいだな。そう、気のせい。ささみ見てなかったし。そうか、ならビデオに撮ってあるから一緒に見よう。嫌なのか。見よう。パパ、ささみ本当はとっても見たかったの。そういえば何、今までどこにいたんだささみ。ささみ、わかんない。あ、そのポーズかわいいぞささみ。わかんない。すまないささみ、バッテリー切れだ。ちょっとね、お店の売り上げが落ちちゃってるのよね。大丈夫なの。赤字じゃないんだけど、なんとかしないと。安心してくれ、河合家の人々。僕にグッドアイディアがある。ポチッとな。プリティサミー参上、絶対許さないもん。これだ。イカスだろ、プリティサミのデビューイベント、うちのお店で開くんだ。ガーッ、キンちゃん、お素敵。これならお客さんが詰めかけること間違いなしね。惚れ直したかい。はい。ちょっと勝手に決めないでよ。どうして。そうじゃなくって、サミーに断りもなしにそんなことを勝手に決めるのはどうかなって。そういえばそうね。大丈夫だ。へ、学級新聞にも書いてあった。サミーは正義の魔法少女だとね。サミーは困ってる僕らを助けてくれる。必ずだ。でも必ずだ。これでうちのお店は安泰ね。その通り。いや、こんな時頼りになる銀ちゃんって、おすってきん。じゃあ完全に入っちゃってるね。皆さんよろしくね。
れプリティサミー、私の素敵作戦を潰してくれちゃって、今に見てらっしゃい。とりあえずそれ加えんのやめてから話しなさいよ。お、では気を取り直して。大変だよ姉さん、こんなものが。何事なのよ創造神。なんですって、サミーがアイドルデビュー。そうなんだ。ツナミは何を考えてんの。これとジェミニの天秤と何の関係が。そう、まあいいわ。また邪魔するつもりで。え、それが分かってて、なんであんたがここにいるのよ。ね、姉さん、人に言われる前に自分から動かんよってどうする。とっととミサに知れよ。使えんのよ。あー、使えないよ。あー、全然眠れないまま今日になっちゃった。朝のバカ。サミーのイベント絶対行くからな、可愛い。僕も600ミリのカメラレンズ買ったんだ。何を撮るの。いや、いろいろとね。俺たちバッチリサミーの応援するからさ。ケンジ、状況が悪くなる一方。ササミちゃん、何かあったのかな。本当にササミアイドルとしてデビューするのかな。ササミはアイドルでも魔法少女でもない普通の小学生でいたかったのに。うん、こうなったら開き直っちゃう。アイドルになっちゃうもん。デビューして歌番組でしょ、ドラマでしょ、 CM でしょ、 CD とドーンでしょ、写真集も出てゲームにもなって映画にも出ちゃう。あー、なんかすごくウキウキしてきたなんてね。んなことあるわけないね。雪でも降ってきてイベント中止にならないかな。かけっこの遅い子が運動会に出たくない気持ちわかるよ。あの角を曲がるともう会場。神様お願いです。会場が跡形もなく消えていますように。そうしてくれたらささみ何でもしますから。で何浮かれたり落ち込んだりしているの。見てたんなら言ってよ。あ、いや、なんか悪いかなと思って。それより見て見て、ステージがなくなってるの。イベントやめになったんでしょ。ならよかったのにね。サミーのデビューイベントを中継したいんだって。ガーンガーンガーン。あー、神様なんか信じた私がおバカだったのね。まさかテレビまで来るとは。もうとんとん拍子って感じ。これで成功間違いなしだ。はい。パパママ。いや、ササミ、なんかものすごいことになってない。サミーのデビューをテレビが取材したいって言ってきたのよ。まさかこれほどの反響とは。ね、ねえ、もしもだよ、サミーが来なかったらどうするの。もしかしたらサミー忙しくて来られないかもよ。大丈夫、サミーはきっと来る。いや、あの、本当にもしものことでいいんだけど。そうね、もしもそんなことになったら、テレビ局の人はもちろん、会場に来てくれた人たちもがっかりするわね。はあ。うちの店の評判はガタ落ちになって。
貧乏になるから今のお家から追い出されちゃうし。不景気だからお仕事探すのも大変よね。お花いりませんか？お花買ってください。あの時サミーさえ来てくれたら。それはもう言わない約束でしょ。どこら辺にいるんだろう。ねえねえ、このコスプレかわいいでしょ。あんたまでバカじゃないの。え、それってあたしバカって。ちょっとあなたたち、外出するときは制服でって校則にあるでしょ。第一何それ。あたしたち二人でプリティダブルスタディです。バカ急がなきゃ。1996年大安吉日の今日、今ここに今世紀最後のスーパーアイドルが舞い降りる。衝撃のデビューイベント、魔法少女プリティサミーショーを開幕いたします。始まっちゃったね。どうすんの。どうしよう。ステージに出るんならそろそろ変身しないと。ああ、そんなに嫌なの。さあサミーを呼ぶぞ。カウントダウン OK。そんじゃあ行くぞ。3 2 1。ジャストモーメントプリーズ。あそこだ。ソーリー、残念だけどこのイベントはここでジエンドね。なんなんですかあなたは。あたしの名前はピクシー。さすがテレビ局、いい演出だ。はいです。そんなことを言われても。シャープ。ゴー、ラブラブモンスターカラオケ女プログループでグローブ。ラブラブモンスターだ。ダダダダイナマイ、ダダダダイナマイ、セクセクセクシー。
ないんだけど。問答無用カラオケ女プロ。はいはい、この間とは一味違うわよ。ただのカラオケからプロにバージョンアップ。一人でもハモれるハモったるで。きなに音のズレを直す直したるで機能までついてるのよ。何に使うのそれ。シャラップ。今回は選曲だってちゃんとフルにインプットしてあるわ。やっちゃいなさいカラオケ女プロ。モンキーでグルーヴ。サミ、歌には歌でお返しだ。歌ってくれサミ。頑張ってサミ、歌って歌って。わかったわ、私歌う。みんなのために。素敵なコンサートだったね、ホッケン。お店の売り上げも倍増だわ。さあ、一曲歌おう。はい。ああ、ささみってばなんて乗りやすい性格してるのかしら。あんな恥ずかしいことしちゃうなんて。まあいいじゃないか、みんな喜んでくれたんだし。それよりパパとママカラオケ始めたみたいだよ。歌はもう